偶然でしょうか。ここには見覚えがあるような、決して忘れられないあの場所に。どうしたんですか、カムイ。ここはあの場所にとても似ているのです。私にとっての運命の分岐点。そこで私は三つの運命から一つを選び取らなければなりませんでした。三つの運命。私の世界には対立する二つの王国がありました。その名は白夜王国と暗夜王国。私は白夜の生まれなのですが、ある事情により暗夜で幼少期を過ごしました。カムイには二つの故郷があったのですね。そして互いに対立していたと。ここは白夜と暗夜が対峙した場所と似ているのです。どちらの国に着くのか、私は選択を迫られました。生まれた地である白夜にも、育った地である暗夜にも、大切な兄弟や家族、仲間がいました。決して簡単に比べられるものではありません。それでも私は決断しないといけなかったんです。どちらの手を取るのか、それともどちらの手も取らず一人戦うのか。それがカムイの三つの運命ですか。とても苦しい選択だったのでしょうね。この旅のどこかで私にもそんな時が来るのでしょうか。あなたはすでに大きな選択をしているはずです。私たちと旅をし、この世界を救うという道を。剣を交えましょう。あなたの意志の強さを確かめたいのです。そして改めてその手を取らせてください。きっとその時は私たちもっと強い絆を結べます。わかりました。受けましょう。私の選んだ道、そしてカムイの選んだ道、二つが交わる先にあるもの。私もそれを見てみたいですから。準備はいいでしょうか。では始めさせていただきますね。カムイは地形を変化させる力を持っています。注意が必要ですね。こちらユナカ。僕です。エンブレムエンゲージ。この手で誰にも負けないくらい強く。やってみせます。選んで。えい、礼を申し上げますと。
願う。この地に幸福を。はい。紋章の導きです。油断し待ち望んでおりました。もう子供ではありませぬ。終わり。これでいい。エンブレムエンゲージ。待ち望んでおりました。終わらせます。忘れません。なんのこれ好き。もう子供ではありませぬ。美しい花だったわ。you
私めたらやほれみんなを守るためや。それ助かったわ。おおきに。勝利を収めた。私にできるなら。紋章師様、お願いします。やっ戦なんて望んでいないのに。
花は美しく。瞑想していました。せい、ありがとう。行きました。はい。よっ。親かマッサンどうした。私ね、
許されないわね。あなたの意志、この刀、ヤトノカミで受け止めました。ヤトノカミ、美しい刀ですね。ありがとうございます。この刀は、救いをもたらすと言われる神器、運命の選択を迫られる少し前、破壊された広場で私の手に飛び込んできたんです。そう、私をかばって、母が死んだ時に。カムイも母親を亡くしているんですね。その時は我を忘れるほど嘆きました。でも悲しみの淵から戻ってくることができた。私にはどんな選択をしようともそばにいてくれる仲間たちがいましたから。それからこの刀もずっと共にいてくれました。カムイ、あなたの気持ちよくわかります。これからもあなたは重大な選択を迫られるでしょう。ひどく思い悩むことになるかもしれません。でも忘れないでください。あなたのそばには私がいるということを。覚えています。ずっと折れそうな時にも決して一人ではないのだと。あなたなら絶対に大丈夫ですよ。そう信じています。ありがとうございます。私も最後まで選んだ道を進み続けます。
あなたのように。ほう、ヴァイルが神竜のもとに聖騎士の指輪を戻したと。申し訳ございません。宿がついていながらこの体たらくと、青き風空の指輪も失ったと聞く。ことの重大さは分かっているな。はい。ヴァイルはどうしている？深く眠っておられます。しかし何度竜の衝動を強めても邪竜の娘たる人格が目覚めることがなく。あるべき自身の姿を否定するなど愚かなことよ。セフィア、これを持て。これは我の力を込めた魔法なんだ。お前の術の力を何倍にも引き上げてくれよ。我の力、そしてお前の術をもってしてヴァイルを完全なものとするのだ。ソンブル様、あれには使い道がある。来たるべき時まで筒がなく務めよ。承知いたしました。すべてあなた様の御心のままに。あのソンブル様。何？つかぬことをお伺いしますが、ソンブル様の御子はヴァイル様お一人でいらっしゃいますわよね。それは今はという意味か。はい。であれば答えはしかりだ。そうですわよね。やはり私の考えは杞憂でした。申し訳ございません。なぜそのようなことを問う？ヴァイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された龍石が今も砕けていないとか。おお。ですがソンブル様のお言葉こそまこと。ヴァイル様は何か勘違いをなさっていたのですが、千年前ソンブル様の巫女たちは皆戦の中で散りましたもので、中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名はセピアよ。はい。我は死した子らの名も顔もいちいち覚えておらぬ。だがその者には我がとどめを刺した。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はその者のムクロを回収したか？いえ。では先ほどの質問の答えを変えよう。答えはいいなだ。もしも開口するようなことがあれば確実に消しておけ。そんな。ではやはりあの者が。船を手配してくれてありがとうございます、アルフレッド。いいんだ、礼なら母上に。イルシオンに向かうならとフィレネでも有数の性能のものを用意してくれた。フィレネ城やオートに変わりはありませんでしたか？ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。モリオン王とハイヤシンス王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の器
美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。イルシオンに着いたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。指輪の数で勝っているとはいえ、返り討ちにされては元も子もありません。それから欲しい情報がもう一つ。もう一つ？ベイルが無事かどうか気がかりです。確かにただでは済まなそうだったな。本来の人格を消し去る気かしら。あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの仇です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。確かに同情の余地はあるように感じたよ。危険を冒してまで指輪をこちらに渡したのだから。罠って可能性もあるよ。全部演技なのかも。指輪を渡して信用させた可能性もゼロじゃないよ。一理あるが、今はまだ結論が出せん。それでも私はベイルを信じたいです。失礼します。神竜様、前方にイルシオンの船がこちらに近づいてきます。まさかシクが足止めに？奴らの姿は確認できません。しかし敵意を持っての接近であることは確かかと。この会場でうまく巻くことは難しそうですね。応戦しましょう。みんな戦闘準備を。敵に囲まれているね。神竜様、この船には砲台があるんだ。撃った先には炎が上がる。味方も巻き込む危険はあるけれど、うまく使えば敵の足止めができるかもしれない。神主様がいなくなってからイルシオンは変わってしまった。兵たちはシクとやらの言いなりで話も聞かん。わしは本当にここで戦うべきなのじゃろうか。私だって、分かったわ。ご主人を。行きましょうか。
この地に幸福を。僕なんかとごめんなさい。勝負です。はい。いい風ですね。様のために、さあ踊ろう。えい、助かりましたか。ここで戦い死ぬならばそれもよい。もう子供ではありませぬ。
紋章師様、お願いします。エンブレム、エンゲージ。誰にも負けないくらい強く。
イビー様。あなたはリン。おお、覚えていてくださったとは。当たり前だわ。あなたはかつて父ハイアシエンスの兄王直属の騎士だった。王位を継いだのがお父様であったから、あなたの主君は城を去ってしまったけれど、わしは城に残り随分長く勤めましたからの。アイビー様、ハイアシンス様亡き後、イルシオンは変わり果ててしまいました。叶うならこのリンデン、あなた様のおそばで戦わせてはくださいませぬか。構わないけれど、私に組すればイルシオンと敵対することになるわよ。何をおっしゃいます。アイビー様がおられる場所こそわしにとっての正しきイルシオンです。こう見えて腕は劣っておりません。この魔法で兵たちの目を覚まさせてやりましょう。気立ちする。眠りなさい。おやすみなさい。あなたに敬意。ロマン的だね。ありがとう。騎士は紋章師と団結した。恐れることなどない。興味深い。
えよう。こんなものかな。蹴立ちする。待って、いい風ですね。これ式なんて望んでいないのに。Yes!
いただくよ。集中しないと。血を繰り返すの。承知しました。守りたまえ。平気よ。
のお方のため、その意志は今も変わらず戦うのみ。やっ、行こうかの。貴様、裏切ったのか。わしはイルシオンのために戦っておる。道をたがえておるのは果たしてどちらかの。待ち望んでおりました。
ませんでした。イルシオンがどうなっていたとしても私たちのやることは変わらないわ。もう少し北上したところに氷に覆われたジーベル港があるの。そこから上陸しましょう。わかりました。王城や大教会からさほど離れていないから今のイルシオンの情報が聞けるかもしれないわ。行き先を伝えてくるわね。紋章師マルス、セリカ、ミカヤ、ロイ、あなたたちを取り戻せないままここに戻ってきました。今度こそきっと迎えに行きますから、それまでどうか待っていてください。